はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチ今日もやっていきます。また受けループです。今日はミミッキーとエースバーンがつぶし枠に入ってますね。まあ、なんか受けの4体は割とこの4体が良くて、まあ、この2体が永遠にもうなんか何がいいかなみたいな感じですね。で、これエースバーン通りいいんだよな。めちゃくちゃエースバーンから入りたくて、エースバーンから入ってきついの。ウルガモスだったとしてもダイジェットの通りで倒せると思うんだよな。ハピナスを投げる必要があるかどうか。逆に一回なんかこう雑に切りながら動けるドヒドイデかなんかを連れてくっていう選択肢もあるな。ミミッキュは裏に行っていい気がするね。ミミッキュも通りいいでしょ。こうなると、ラストヌオーなんじゃないかな。エースバーンが、場合によってはきつくなりそうだから、まあ、ヌオーも持ってきますか。まあ、ちょっとエースバーンミラーがちょっと嫌だかな。ドラパルトから、それ鬼タタローじゃないかな。それ嫌だよな。まあ鬼タタローを考えると初手ダイマを切りたい。このなんか受けループにね出てくるドラパルトねマジで鬼タタローしか出てこないんだよね。本当にそれがやばくて、今回それをなんとかできるドラパルトも持ってきてないんで困ったところなんですけど、ここはまあこっちが下から動くから鬼火はもらわないんで、レンジ波とかちょっとうざいか。まあでもそれならそれで先に数滴より取れるから、最後ミミッキュで無理やり詰めればいいかな。自破か。それだったらハピナスを持ってくるような選出をしたかったっちゃしたかったけど、ラム使っちゃうね。まあ悪くないか。これで、次のジェットでこいつ取れるから、まあまあ耐久あるな。コードラパルトに初手でこのエースバーン投げとくと割と安定感はあるか。こうジェット読んで引いてくるとしたら認めだけど、じゃあそれ読んでナックルをしたらいいことあるかってないから、ジェットをしますか。はい、交代。認めいる？ミミッキュなんだ。だったら書き打ちたかったな。あっきかな。あっきはちょいだりーな。悪鬼っぽいな。それは厄介なんだけど、どうなのこのエースバーンとこのミミッキュの打ち合いって。エースバーン押し切れんのかな基本的に。B がプラス1段階でしょ。ここ大ボールかな。あんましたくないと思うけど、火球一回打ちますか。ああ、ダイマックスしてくるんだ。ただその展開でのダイマックスの仕方だったら、結局ドラパルトがきつくなるかな。ザンパー持ってたしな、あいつ。まあ、ウォールかな。ああ、通るんだ。大フォローかなんかってことか。アイアンヘッドあればな、こういう時もう少し違うんだけど。大フォロー、はいはいはい。チビになって
ここヌオを引くか、エースマン切りながら行っちゃうと、まあドラパルトがミミッキの陰打ち圏内ではあるね。いやでも多分カイモールで突っ込んでからミミッキ陰打ちで多分このミミッキしてないから、飛び跳ねるっていう手はあるか。一回その場合はラストがガモスだとちょっと微妙いのと、ミトムいろいろ微妙だな。ここでヌオ投げますか。ハッサムとかだとエースワン残した方が美味しいかな。ホロー、あーフェアリーか。ホローホローじゃないんだったら多分大丈夫で、あーこんなもんだよね。ただフィールド展開されたから、ここはホロ読みで一回再生しとくか。ドラパルト出てくるのに対して鬼火とか電磁波のタイミングでこっちがミミッキ投げることになっても大丈夫だから、ホロ打ってこないんだ。あーそっか、技構成こいつあれだっけ、シャドウクロ切ってるやつだっけ。あっ切ってドンチとか入ったよね。まあシャドウクロで B 下げられる方がちょっと気になったけど、ただこのミニミッキュならヌオに有効打があんまないんだよね。B 上がってるから熱湯かな。交代誰、ドラパルト。だったら自信をしたかった感じはあるけど、これで切れるでしょ。ここ流星群じゃないかな、打ってきたとしても。ミミッキまだミスないから、ミミッキここ投げていいでしょ。変なことされても影打ちで取り返せるから、ここは大丈夫なはず。身代わりか、厄介な技持ってるな。身代わり電磁波ミスフィールド、まあ残ってるよね。シャドクロで取ってから影打ちで攻めますか。身代わり電磁波鬼火いいね、助けてくれた。ライフェアリー打ってくれたのが地味に助かってんな。でこの HP だったら影打ちで多分届くから、ここを影で取りに行っていいはず。ミミッキなんだかんだ言って使い勝手いいな。あんま使ってこなかったけど今まで。7世代の頃はよくお世話になってたんですけどね。8世代になってからいまいちそんなに使う機会がなかったんだけど。取っとくんな、ドラパルト。ミミッキ切り。ミミッキ捨てて、ラスト1体投げようってことか。ここ、上から動いてほしいな。まあ、悪だから、S 少し切ってるはずだから、ここは影打ちで、先制できるんじゃないかな。で鬼火上から打つ流れに対しても上から影打ちが通るんで OK ですよと。ミミッキも取っとくの。ラストガモス、あーこれであれか、まひらせようって腹か。あーまひらせじゃない、体で炎の体で燃やそうってことね。はいはいはい、あー一発で燃えんのかよ、クソそりゃねえよ。こうなると低速だからこっちがきついな。まあ何飛んできても一回耐えそうだから S 場に引いて、さっきのアッキミミッキの対面で一回見物んでもよかったのかな。ダザメキこれは OK で、ここ飛び跳ねますか。飛び跳ねるじゃないと多分ウルガモス倒せないよな。交代誰、ミミッキュー、はいはいはい。
ミミッキは取らせてくれると。TOD も視野に入れたいな、こうなると。ちなみにここミミッキを多分切ってドラパルト出しとかっていう話ですよね。エースバーンを大事にいってウルガモスに勝つみたいなノリがいいかな。ただドラパルトがきついか。ここドラパルトだよね。ミミッキュ死んでもいいや、ここは。身代わりだったら多分影打ちで身代わりぐらいはさすがに割れるから。じゃあ、オッケー。一番美味しい入り方した。これでガモス引くんだったらガモス削れる形になるから、それはそれでいいや。剣舞。剣舞の方がいいか、ここ。交代。シャドクロ影打ちでこのウルガモス見れないかな。これで火傷はなかったことになるでしょ、攻撃力等倍だから。シャドクロで。そもそもガモスが S 切って耐久振って超舞とかだったら、あんま関係ないか。でもそれは結局シャドクロ影打ちな。それだったら超舞してくるわけだから、普通に殴っ2回殴ってくるんだったらシャドクロ、シャドクロが通るから、それは強くて。これ超舞じゃなかったら次シャドクロ打ちます。あー、いいダメージだね。ダダメキー、皮取れる。これこのあと2回の火傷と玉ダメ耐えそうじゃね。あ、無理か。いや、ワンチャンある、ワンチャンある。多分耐える。もうシャドクロで。やっぱミミッキュいると試合展開のなんか計算が立ちやすいな、だいぶ。それがすげえ強い。これも生き残るよね。オッケーオッケー。まあ持ち物はいろいろ命の玉で今回使って出ますけど、諸説あると思うんですけど、まあ、総じて S ラインはみんな落ちてる、みんな落ちてるっていうか低くなって、メガ進化とかなくなって低くなってるから、最速取って命の玉とか結構強いんじゃないかな。影で落ちるでしょ。おら、くたばれ。ういー、割と悪くない感じな。ちょ、もう一戦いきますか。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。相手これきついやつだな。ガラガラがまず浮かんないでしょ。地箱も方によってはしんどいっていうところで、でドヒドで必死も開けるとだいぶ楽なんだけど、そもそもそれもブリモンに邪魔をされてしまうから。でエースバン投げるとガラガラがだいぶしんどいんだよな。火炎ボール通り悪いし、すかされちゃうし、膝は押せなくなるしって感じ。でも膝押す機会がないか、そもそも。ミミッキュは確定選出。で、無動。いやー、無動、ヌオ、ドヒド全部投げないとね。微妙。ヌオ、連れてくと。いやー、どう転んでもしんどいな。ミッキュエースバの対面選手となっちゃうかな。ハピを持ってって、ブリムオンを頑張ってみようとするよりも、受け2枚。ヌオー、エアー、ムドー、ミミッキュ。
まあブリムオンがだいぶしんどいけど、気合で。いやー、S は持ってくべきだったかな。でもかといってね、じゃあ受け駒1枚でなんかの役に立つかっていうと結構微妙だし、はい、ブリムオンからく、うわー、考えうる中で最悪の対面になっちゃったな。無道切り気味かな、これだったら。だったら無道から入るべきだったな。捨てろ。死にながら負けるわけだし。焼けてくんないかな。トリルまあ、ネット連打しかないっすね。ただトリル展開ってことは裏にガラガラいるでしょ。だからまとめて貫けるんだよな。ミストバースト耐えないかな。あー耐えるね。あー、こう耐えるんだったら再生をしときたかったな。まあ、言ってもしゃあないんだけど。ただそれでブリモン切りながら来る一方通行の流れに対してはこっちも一体切ってミミックで切り返す動きが相手視点はだいぶきついから、トリルターンも3ターンでしょ。無道投げて2ターンからして剣舞からミミックで殴り返す。それを止めれるのはエースバーンのダイマックスぐらいだけど、無道残した方がお得かな。ヌオ守られるんだったらコマ守れでいいけど、ないから。かといって、じゃあこの HP のヌオを残してなんかいいことがあるかって言われると、だいぶ怪しい気もするね。ここヌオを残す美味しさがあんまないから。自信で。ガラガラこんだけ削れんだったら、これはこれでいいわ。ポルターガイスト食べ残しに襲われるんだけど食べ残し今まで一緒に戦ってきたじゃないか。まあ許さねえからガラガラ。ミミッキュ投げますか。影打ちでそもそもここを取れるんだったら全然問題ないわけで、トリル2ターンでしょ。ここ影打ちでいいかな。多分飛ぶと思う。ダイマックスしてるんだったら影打ち影打ちで飛ぶから、オッケーオッケー。ダイマックスターンをしかもぶっ飛ばせるってことでそれはオッケーになるし、こうなるとミミッキュ化けの皮残った状態プラスダイマックスも残ってて、相手ラスト1体のダイマックスと打ち合えるから、 S バカ。まあ十中八九下級だろうな。ウォールから入っていいかな。ウォール、ホロー、ウォール、無道切り。無道切り、なんかみたいな。ビルドあるとやばいけど、これ。あ、やばい。ビルドあるっぽいじゃん、これ。困ったことになったな。やばい困ったことになった。何してんの相手。普通に火炎ボールか。でかくなってるから火球耐えるよな。だったらホロー押すか。これダイマックス。火球だったらどんぐらい入るんだろうな。
玉なめと化けの皮壊れるダメージ耐えるラインで1ポイント残ると楽だけど、そんな甘くないよな。ジェットは安くね？それ一番安いやつじゃない？まあ餌はもともと抜かれてるからあげられても別に関係ないっちゃ関係ないんだよね。そもそもさっきのとこ火炎ボールなんだったらフォローから入りたかったって話だけどね。玉で大フォロー、これの半分にしかもビーダウンが入るわけでしょ。影打ちで飛ぶよな俺。ここウォールで、いや無駄の頑丈もあるからウォールしてダイマックス終わってから影打ちで突っ込んで無駄で頑丈盾にしてボディプレイでも勝ちかな。どっちの方が確実かな。ここに対して影打ち、火炎ボールの火傷の負け筋があるのと、一回裏に引いておくと火炎玉、火炎玉じゃないや、2回分あれを稼げるのか。あ、1回しか稼げねえなこれだったら。火球で頑丈潰されちゃうから、だから相手も次でダイマックスが最後だから、ここの影打ち、いや無理することないと思うんだよな。無道引きでS 版の不意打ちは耐えんじゃない？おそらく。あー待って、それ考えると無道ので最後詰めた方が良かったのかな。どんぐらい入るかによるけど、あーここジェットなら全然大丈夫だった多分だけど、いやわかんない、不意打ちのあれ次第だな。こっちの方が負け筋引いたかも。冬地急所の負け筋があったね。あんま良くなかったかもしれない。これは影打ちでさすがに飛ぶはず。ミミック耐えないかなこれ耐えない気がしてきたな。不意打ちないだろお前、持ってねえよ不意打ちなんて技。火炎ボール、火炎ボール、オッケー、多分持ってなかったなちょっと助かったわそれで。オッケー、2連勝。いつもね、負け試合も、いい試合は動画にしてますけど、ちょカットしてる試合もあるんで、今日は文句なしの2連勝です。じゃあ、GG。